なあなあ、プリキュアの3人ってどんな男の子が好きなんや？やっぱり俺様みたいな頼れてかっこいいイケメンやろ？ハリーも素敵だと思うけど、私が素敵だと思うのは笑顔の素敵な男の子かな。私は元気いっぱいな男の子がいいな。私はみんなに優しくてしっかり者の男の子がいいわ。そうかそうか、それって全部俺のことやな。ちょっと違う気もするけどな。なあなあ、もしそんな素敵な男の子に会えるとしたら、みんなは会ってみたいか？会えるの？マジやばい。会いたい会いたい。そんな素敵な男の子いるのかしら。よし、じゃあこの鏡を見ながら、みんなが会いたいと思う素敵な男の子のことを思い浮かべるんや。そうすると理想の素敵な男の子が現れる魔法の鏡なんやで。うわー、ビューティーハリーショップにそんな素敵なものがあったんだ。知らなかった。さあ3人とも鏡を見て、自分が素敵だなと思う男の子のことを頭の中で一生懸命考えてみるんや。すると目の前に素敵な理想の男の子が現れるはず。あれ、理想の男の子が、あれ、鏡に映ってるけど、これって、あら、私たちの顔が元気いっぱいでいつも優しい、まさに理想の男の子、しまじろうになっちゃった。ちょっとこれ失敗したみたいやな。でもしまじろうってやっぱりいつもニコニコ笑顔が素敵だし、キュアエールのように元気いっぱいだし、キュアアンジュのようにとっても優しいよな。ま、だから結果オーライやな。ハリー、うわ、ごめんごめんって、これは逃げるが勝ちやな。ねえねえ、みんなはどんな子が好き？いつもニコニコ笑ってる子かな？元気いっぱいな子？心がとっても優しい子かな？みんなが好きな子のこともこっそり教えてね。じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけに5玉が隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな？正解は、赤の隠れ玉の中にミシェルが隠れていたよ。赤の隠れ玉を選んだ人は大正解。おめでとう。遊ブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押して遊ブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして遊ブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しい遊ブームをぜひ見てね。これからも遊ブームをよろしくね。